超恥ずかしいんですけど、かっこいいぞ。ちょっと気合い入れて今日はスーツで国会前じゃなくて国会に行ってきました。本当だってもう始まった時の議論と何も変わってないですよ。これずっとずっと同じ話で、つまり違憲だってこと。つまり違憲です。ファイヤーにするしかないでしょ。あとは政治家の皆さんに勇気ある行動してくださいとお願いしてきました。戦争反対、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 安倍晋三から日本を守れ、安倍晋三から日本を守れ、安倍晋三から平和を守れ、安倍晋三から平和を守れ、安倍晋三から平和を守れ、警察は皆さんと安全確保、車道上の道路の交通の流れを確保するため整備を行っています。皆さん自身での被害の解消を求め呼びかけを続けています。このような緊迫状況が怪我しないように怒りをぶつけていきましょう。